おはようございます、えーと。昨日の感想ちょっと自分だけできてなかったのでお話しします、えーと。まず初めは午前中の方は機体を飛ばして撮影してっていうところをやってたんですけども、えー、と高田さんと一緒に、えー、と実際の営業をかける上での動画の資料だったりに使えるものを想定して飛行しておりました。でやっぱり ただただコースをあの意識するより被写体が痛いだったりとか本当に撮影を意識したところっていうのが出てくるとかなり、えー、とまだあその掃除しながら考えることも増えるので難易度が結構上がってきてるなと思いつつも、えー、とどん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 実践に向かって,っていって、えー、と楽しさだったりそういったところも増えてきてるので、えー、もう少しもっと頑張っていきたいと思っています。 で、えっ、ー、と、午前中の講義の、えー、最後の方で、えっ、ー、と、横田さんの方から、まあなんか業界のところの話、考え方だったり、まあそういったところの話あったんですけれども、あのー、やっぱり、 自分がそういう映像業界に携わったことがないのでやっぱり文化とか考え方も本当に違うと思うので、えー、とそうですね業界全体の雰囲気だったりとか考え方だったりとかっていうところの理解とかそういったところお仕事を、まあ、例えば一緒にすることになった場合での、えー、と立ち前だったりとかそういったところも事前にインプットして、えー、とそこに対して自分はどうアプローチしていくのか考えられるようになっていけたらいいなと思っております。 で、最後、えっ、ー、と、上田さんの講義のお話に関しては、えっ、ー、と、まず本当に全体を通して、えっ、ー、と、ビジネスだったり、今後自分がやりたいこと、まあ、人生観だったり、そういったところの本当に、えっ、ー、と、本質的なお話で、まずは自分の目標設定だったり、本当に、えっ、ー、と、仕事をする上でだけじゃなくて、生きていく上で、えっ、ー、と、必要な部分っていうところを、 本当に就活生とか、まあ、そういったところから、まあ、やってる方ももしかしたらいるかもしれないんですけども、まあ、そういったこところをさらにブラッシュアップして、えー、スケジュールだったりとか具体的にどういうイメージど,どういう人に会いたいのかそこに至る前にどうしたらいいのかみたいなところももっともっと,、えー、と明確にしていけたらなと思いますでその明確化した、えー、と自分のやりたいことだったりっていうところを周りの人にアウトプットしてどんどん巻き込んでいけるように であと自分もそう,そう巻き込んでいくためにも周りの人に協力したり、えー、と自分がえと覚えてる範囲でやっぱり周りの人がえやりたいことそういったところを一緒に実現していく、まあ、今であると YDL の仲間の人たちで一緒に実現していけるように頑張っていきたいと思います。 で最後に、えーとまあ、ちょうど上田さんのお話、まあ、横田さんのお話いろいろあった中で、まあ、自分としても目標が一つありましてドローンを使ったものであるんですけども、えーとまあ、本当に文化の遺産だったりとか、まあ、花火だったりとか、まあ、日本のいいところをもっと,、えー、とドローンを使って撮影していきたいなっていうところと あと、自分もスポーツをやってきて、えーとまあ、そういったところで大会を目指したりとか、自分のスキルを身につけたりとかっていうところにやりがを感じていて、やっぱり会社員ではそういったものっていうのはなかなかまあ得られないことはないと思うんですけれども、まあ、そういったところに、えー、とやっぱりがを感じたっていうところで、まあ、企業だったり開業していきたいっていうふうに思ったので、まあ、そういったところを、えーまあ、自分、 ちょっとアウトトプットしてて今回お話しさせていただきました,、はい、また今,今後本当にそういった、えー、と機会をどんどん増やして、えー、と横田さんはじめとする皆さんと,、えー、とどんどん情報共有して、えー、実現できていけたらなと思いますので一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。えー、以上になります。